ゴジラ怪獣映画は巨大な怪獣とそれがもたらすパニックを主題とした特撮映画のジャンル。怪獣映画とは、いわゆる怪獣が登場する映画である。日本では一つのジャンルとして独自の発展を遂げてきたが、国外ではモンスター映画というより広いジャンルに含まれる。モンスターは怪獣よりも広い範囲の想像上の生き物を含む。また、 ゾンビ映画はアメリカではとても人気が高く、いくつもの派生作品が作られ続けているが、日本の怪獣映画とは異なるジャンルである。必ずしも明確に区別できるとは限らないが、怪獣と怪物と怪人の違いには注意しなければならない。アメリカではゴジラをはじめとする日本製の怪獣映画を従来のモンスターという概念とは区別して、 ジャイアントマンスタームービーと呼ぶ場合がある。いずれにせよ、現代社会に実在しない巨大な、あるいは怪奇的な生物的存在をスクリーンに登場させるという試みは、映画の黎明期から行われてきた。怪獣映画というジャンルは、卑怯冒険者や空想科学者、怪物ホラー者映画の延長線上に発展してきたが、これらの中の必ずしも一つに属するというわけではなく、 複数の要素を含んでいることが多い。怪獣の存在については SF 的な設定が多いが、戦争あるいはファンタジー的な要素も織り込まれ、怪獣が暴れることで群衆が起こすパニックが死眼となる場合もあるなど、ジャンルはいずれとも特定し難いものがある。反面、ストーリーについては、キングコング、原始怪獣原あるなどの古典的作品を踏襲していることが多い。 怪獣大噴戦、大五郎対ゴリアスや、モスラなど、異質の展開を試みた作品はあるが定着を見ていない。つぶらやエイジは、自らのテレビ用作品、ウルトラ級で新機軸を試み、これは、怪獣相手に戦う巨大ヒーローが登場する、ウルトラマンなどのウルトラシリーズへ結実した。また、東方より、後発ながら、大英では、 ガメラという独創的な怪獣キャラクターが制作され、大怪獣ガメラを皮切りにしてシリーズ化された。これは子供を主人公にした、まさに子供のための怪獣映画という新たな可能性を広げたが、大英の経営破綻によりシリーズは打ち切られてしまった。後年の新生大英による平成ガメラ三部作は旧ガメラシリーズよりも SF 性やリアル思考が、 高く、やや異質なものとなっている。日本における、このジャンルの出自が、ゴジラであり、そのパターンを長く踏襲していたことから、怪獣映画は戦争のメタファーであると言われ続け、1990年代以降には、意識的にそれを念頭に置いた作品が、防衛庁の協力のもとに制作されている。歴史的には、特に恐竜を登場させるものが古く、1910年代に、 アニメを含む数作が作られている。1925年には実写版の恐竜パニック映画ロストワールドが公開された。1933年にはキングコングが公開され、巨大な怪獣による高層ビルの破壊シーンという王道パターンを確立し、例えばスーパーマンの1942年の劇場アニメ作品など、後年の怪獣映画に通じる内容の作品も、 見られるようになった。さらに、1953年公開の原始怪獣ゲンワルは、核兵器によって巨大生物が誕生し、文明社会に災害をもたらすというストーリーで、後の怪獣映画の設定に大きな影響を与えた。最も有名なのはゴジラであるが、他にも放射能 X、水爆と深海の怪物、怪獣ビヒモスなどが作られた。 1950年代には特撮技術、巨大怪獣による都市破壊、SF で用いられるビームや破壊光線、熱線などの攻撃に核兵器による放射能、エイリアンなどの現代の怪獣映画につながる要素が出揃い、ゴジラ以降日本では怪獣映画というジャンルが花開いた。古代の神話や女子史的な英雄が皮膚ドラゴンと戦うというストーリーの映画は、 初期には、ニーベルンゲンがあり、豪遊ーーイリア巨竜と魔王征服に登場する三つ首のドラゴンは、日本の怪獣キングギドラに影響を与えたと言われている。SF 的内性の怪獣と戦うという設定では、初期には、フラッシュゴードンの実写版シリーズがあり、まさに後の怪獣映画のイメージにつながるデザインの、怪獣との戦いシーンが含まれている20世紀初頭には、 ストップモーションアニメーションによる撮影が一般的だったがアメリカでは大アマゾンのハンギョ日本ではゴジラでそれぞれ採用された着ぐるみが以後も主流となるまた怪獣の表情など細かい部分の演出では機械仕掛けを使うメカトロニクスによる撮影も併用されたさらに20世紀末になってコンピュータグラフィックスが技術的にもコスト的にも 映画で使えるレベルになる。また、過去には小動物を撮影し、合成の段階で巨大生物にするといったような、低予算な作品もある。また、日本では、三大怪獣地球最大の決戦の、キングギドラの三つの頭と二本の尻尾や、怪獣等の決戦、ゴジラの息子のカマキラス役門が、ゴジラ VS、ビオランテのビオランテの触手等は、ピアノ戦による、 創演技法を採用し、人が入れないシャープな造形の怪獣の登場や、腕にはめ込んでも再現できない部分の演出に成功しており、創演技法でのカマキラスとクモンガの動きは、現在の CG 技術をもってしても再現不可能と言われている。ちなみに、どの怪獣の創演も、 各関節のピアノ線を操作するのに20名以上の人員を必要とし、苦悶画の時は小道具係や照明スタッフまでもが、これに借り出され、操作場所となっていた天井からの操演スタッフたちの汗が雨のように降り注いだというエピソードは有名である。現在、目覚ましい発達を見せている CG 技術だが、前述の通り、実際の撮影ではこれら諸技術を、 敵に組み合わせて使用しており、それで全てをまかなっているわけではない。例えば、ジュラシックパークでは、主として、円形のブラキオサウルスは CG、金形のティラノサウルスはメカトロニクス、ベロキラプトルは着ぐるみといった構成になっている。日本の怪獣映画では、例えば、ゴジラにおいて、細かい動きが必要とされるシーンは、ストップモーションを使っており、 キングコング対ゴジラでは生きたタコの接近撮影も使用している。最近のゴジラシリーズでも細かい動きや局所的なアップカットにはメカトロニクス、派手な特殊効果には CG が使われている。怪獣映画というものを分類的側面から見た場合、そのストーリー展開はおよそ2つのタイプに大別される。1つはキングコングに代表されるような卑怯への冒険や、 怪物の発見、捕獲などを発端にした展開。そしてもう一つは、水爆実験や、環境汚染、薬害、宇宙探査、隕石落下など、科学的事象を発端にして、古生物の復活、現存生物の怪獣化、宇宙から未知の生物が襲来といった、ある程度の SF 性を持った展開である。東方のゴジラをはじめとする日本の怪獣映画の場合、 後者のタイプが多い。しかし、ゴジラの映画はシリーズ化されるにつれて SF 性や人間ドラマが薄められ、ゴジラの活躍そのものを主軸にしてストーリーを転がし、次々に現れる新怪獣との対決を見せ場にした怪獣対決ものとも言うべき内容にシフトしていった。大英のガメラも同様であるが、ガメラの場合はむしろ、 子供たちに楽しんでもらうための現代のおとぎ話を目指し、明確な意図を持って怪獣対決路線へ進んでいった。東方はゴジラシリーズとは別の方向性を示す、怪獣映画の模索を図り、外国資本を取り入れ、欧米で人気の古典的怪物、フランケンシュタイン博士の人造人間に着想を得た、ホラー色の濃い作品、フランケンシュタイン対一定怪獣、そして、 フランケンシュタインの怪獣さんだたい、ガイラの日本を作ったが、この路線は定着しなかった。ありがとうございます。